ワンチャンピオンシップは、シンガポールを拠点とする総合格闘技、ムエタイ、キックボクシング団体、アジアを中心に活動している。ワンチャンピオンシップでは、ユニファイドルールにプライドルールをミックスさせた、独自ルールを採用し、グラウンドポジションでの頭部への膝蹴りが認められているが、サッカーボールキックは禁止されている。試合は5分3ラウンド、タイトルマッチは5分5ラウンドで、 ジャッジは各、ラウンドごとに採点するのではなく試合全体を通して採点する。試合場として円形のケージを使用しているが、2018年4月20日から5本ロープのリングも使用されるようになった。2018年10月6日に行われたシーソケットソウルンビ祭の WBC 世界スーパーフライ級王座の防衛戦でも、この5本ロープのリングが使われた。 ネバダ州アスレチックコミッションの階級規定とは異なり、選手の平常時の体重に基づいた独自の階級区分を設定している。選手は体重のデータを定期的に提出する必要があり、計量前に体から水分を抜く、いわゆる水抜きによる減量は禁止されているため、各階級の規定体重は、ムサック基準よりも1階級上に設定されている。1 アジアパートナーシップネットワークはシンガポールの総合格闘技団体ワニ FC を中心に設立された総合格闘技ネットワーク。アジア中心に約20ほどの総合格闘技事務や団体が参加している。ありがとうございます。